さあやってまいりましょう。手持ちのツム全て紹介し終わるまで終われません。続きましてはミスバニーですね。ボムをランダムで発生させますよというツムですね。彼女ね結構好きなんですよね。うん、いやーにしてもね、久々の収録だ。もうね、ため撮りって言ったらね、もう本当あれなんですけどね、一気にねやってしまって、こう100何個っていうねストックがあったんでね、ちょっとしばらくねこっちに動画をの時間を割くのができてなくてね、なかなかね収録でやってるね心理学の方のねセットアップっていうのが結構難しくて、ほらこんな感じ。ミスバニーのいいところっていうのは、ただ単にマジカルボムを出すだけじゃなくて、こういろんな種類のねボムをね出してくれるんですね。スコアボムやら経験値のボムやらっていうので、でしかも5個出してくれるので一気に溜まるというね、すごい優れものなんですよね。ただボムが溜まる一方で、まあ、ちょっとねスコアまでが溜まるわけでもなく、でかつコインもめちゃくちゃ多くね溜まってくれるってわけでもないので、まあ、ポイントまあまあどっちつかずという感じですかね。まあ、ただ時々それワンプレイでマジカルボム何個壊しましょうとかっていうミッションとかがあったりすると、まあ、それは非常に便利かと思いますね。ただここで悩ましいのはね、若干ねこれ多分ね通常そのスキルが使えるようになるまで15個とかを破壊しなくちゃいけないと思うんですけど、ミスバニーの場合は15個じゃなかった気がするんだよね。その分でいくとノーマルボムしか出さないけど、なんて言ったっけな、マリーちゃんね、101匹ワンちゃん出てくるマリーちゃんですねを使った方がいいんじゃないかなと思うんですけどね。まあ、ミスバニーの方がねボムを出してくれるのが、あのスキルレベルが低くて多いっていう、まあ、利点はあったりするんですけどね。はい、ということで最後にチュイタイムボムがちゃんとやっちゃいましょう。テレ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 、まあ、タイムボムがね定期的に出てくれればね、確かにねこう時間自体は伸ばせますけどね。うん、ね、得点もね130万点と、それからコインもね500コインいかないというところでね、そんなに悪い回じゃなかったんですけど、まあそんなところですね。はい、ということでミスバニーはボムを出してくれるというつもりでした。次回またお会いしましょう。バイバイ。